こんばんは、ゆうかです。ようやく空気が秋めいてきましたね。私はいつも使ってる香水を変えて、秋らしく金木犀の香水を最近はつけています。季節の変わり目で気温や天気も変わりやすいので、皆さん体調気をつけてお過ごしくださいね。今回作るのはこちら、じゃん、ガンダムファクトリー横浜の動く実物大ガンダムの限定商品を作っていきたいと思います。こちらはプレミアムバンダイで先行発売されたものになります。頑張ってアクセスして予約しました。今後こちらの商品はガンダムファクトリー横浜で販売されるようです。またプレバン主催イベントや他の企業などおよび海外で販売をさせていただく場合がございますとホームページには書いてあります。なので今回ゲットできなかった方も今後購入するチャンスがあります。どんな感じに完成するのかすごく楽しみです。それでは早速本編をご覧ください。それでは早速開けていきます。箱がちょっと大きいので画面からはみ出てしまいますね。ランナーはこんな感じです。思ったより多くなかったです。説明書はこんな感じです。冊子になってます。説明書の順番に沿って進めていきます。まずはボディです。大きさ的にマスターグレードと勘違いしていたので簡単な作りにびっくりしました。サイトにも書いてあったんですけれども、リボン100シリーズというものがあるそうで、それに該当するのかなと思います。サイトにはガンプラリボンシリーズと同等の稼働を完全新規金型で再現としか書いていなくて、明言はされていないのでちょっとわからないんですけれども、作った感じマスターグレードと同じサイズのハイグレードをもうちょっと細かく作ったような作りに感じました。難しいところはなかったんですけれども、あえて言うならシールを貼るところが角だったので、それをいかにうまく貼るか頑張ったっていうところです。ボディができました。写真と商品は多少異なる場合があるとサイトには書いてありますが、胸の水色の部分がないんですね。これは結構印象が変わる気がするんですけど、次は頭を作っていくんですけれども、その前に散らかったランナーのカスを新アイテムの卓上クリーナーを使って綺麗にしていきます。コメントでこういうものがあると便利だよと教えていただいたんですけれども、本当に買ってよかったなと思います。吸い取っておいてまとめて捨てられるのですごく楽ちんです。綺麗になったので頭を作っていきます。頭は難しいところは何もなかったんですけれども、なんでかカチッとうまくはまらなくって、力を込めてギュウギュウやってるので私の頭の方が映ってしまっててすいません。ここです。この隙間が気になって穴を広げてみたりとかいろいろやったんですけれども、この時は原因が分からず、後々分かったんですけれども、左右のパーツの間にあるポリキャップの方向が違ったみたいで、そのせいで厚みが出て隙間が空いてしまっていたようです。これは後々に分かって最後の方で修正をしました。頭ができました。近くで見るとこんな感じです。結構細かい線が描かれています。次は腕を作っていきます。まずは右腕です。腕はさほど難しいところもなく、サクサクと片腕20分ぐらいで作ることができました。普通に考えたら20分ってそこそこの時間ですけど、ガンプラを作ってる時に関してはちょっと感覚がわからなくなりますよね。
右腕ができました。左腕も同様に作っていきます。こちらもあっという間にできました。近くで見るとこんな感じです。白地にグレーのシールがアクセントで効いてていい感じです。続いて肩を作っていきます。肩のパーツは数が少ないのでとっても早く作ることができました。ただここも角にシールを貼らなきゃいけなかったので、そこをいかに綺麗に貼るかだけ頑張りました。上半身をくっつけてこんな感じにできました。肩は左右で赤と青の別のシールを先端に貼っています。なんだかすでにもうかっこいい気がします。可動域はそんなにがっつりある方ではないのかなという印象です。動くガンダムの可動域を再現とあるので、横浜のガンダムもこういう動きができるってことなんでしょうか。だったらすごいことですよね。次は足を作っていきます。ここもパーツが少なかったので簡単でした。2つとも一気に作ってこんな感じです。上半身の大きさと比べても結構小ぶりな足のような気がします。続いて足首から上を作っていきます。これも左右の足両方一気に作りました。足が一番パーツ数も工程も多かった気がします。といっても細かいパーツがさほどあるわけでもないので、これもさっくり作ることができました。100分の1スケールでこのパーツ数だと一つ一つのパーツも大きいので簡単に作ることができていいですね。両足ができました。膝上の緑と赤は肩と反対の配置になっています。メタリックなシールなので実物大のガンダムの方では光るんでしょうかね。最後にスカートを作ります。足をくっつけるところの作りは初めての作りだったんですけれども、ここも難しいところはなかったので簡単に作ることができました。こんな感じにできました。ここもグレーのシールがいい味を出してる気がします。全部のパーツをくっつけたらできました。ガンダムの完成です。スラッと長い足とくびれたウエストではあるんですけれども、しっかりとした胸板と肩幅があるのでがっちりしたメカっぽい作りに思います。全体的に動かしてみてもカクカク動くような感じだったので、私はポロポロするよりはそっちの方がいいかなと思います。足は後ろにあまり曲がらなかったんですけど、付属のスタンドに立てて飾る予定なので、私にはこれでいいかなと思いました。墨入れをしてシールを貼って武器を持たせてみました。モールドがそこそこあったので墨入れをしたらぐっと良くなった気がします。白地のものに黒の墨を入れるのがちょっと嫌だったので、グレーのため遠くから見ると薄く感じるかもしれません。足が小さいからか自立させてポーズを取らせようとするとちょっとぐらつくので、やはりスタンドはあった方がいいなと思いました。付属の台座に立たせるにはどうしたらいいかというと、ガンダムのスカートのこのパーツを外してくっつけることができるようです。この外したパーツは台座の裏側に収納することができます。
ってない手のパーツも収納できます。さっきパーツを外したところをドッキングすることでこのように立たせることができました。ビームライフルは横にくっつけることができます。そして縦はここの突起を後ろのくぼみに刺すことで立たせることができます。全体を写すとこんな感じです。横浜のガンダムもこのように腰が固定されてる感じなんでしょうかね。簡単に作れるけれどもディティールは細かくかっこよく作れるのでいいキットなのではないでしょうか。ということで今回はこちらの RX78F00 ガンダムを作りました。墨入れとシール貼りをしていたら真ん中になってしまったので今エンディングだけ別撮りで撮ってます。墨入れ塗料が今全然在庫ないんですかね。 Amazon で結構高めに買ったんですけど、でも墨入れをするのとしないのと全然違ったので早く定価で出回ってほしいなって思います。動くガンダムということで横浜のガンダムファクトリーの完成もすごく楽しみです。私は横浜出身なのでガンダムファクトリーが横浜にできるっていうのもなんだか鼻が高い気がします。最近なかなか帰れてないんですけど横浜はいい街ですよね。そういえば最近初代ガンダムを劇場版ではなくアニメ版で見直しているんですけど、劇場版は一つ目だけ見たんですけどアニメの方がやっぱり面白いですね。劇場版は結構こう戦いのシーンが多かったのでちょっと見飽きてしまったところがあったんですけど、アニメはなんだかクスッとするところもあったりちょっと思わず突っ込みたくなるようなところもあったりして楽しみながら見ています。こういったかっこいいキットは今後も予約をしてでも買っていきたいなと思っています。最近は皆さんが積みくらしてしまってるっていうのもなんだか理解できるようになってきてる自分が怖いです。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけ。これは以前 GU とガンダムがコラボした T シャツになります。レディースサイズもあればいいんですけど、最近出てなかったですけどダイオグソクムシちゃんもちゃんといますよ。